こんな準備したのに こんな準備したのに ひどくない？あ、ネックレスはね、ファンの方の、ありがとうございます。そう、うん、ひどい。天気予報結構見てる方なんだけど、なんか夜雨なんだね 夜雨なんだ。なんか自分が出てる時間のことは把握してたけど、びっくりした。だから、え、明日ほぼ雨じゃん。明日100%雨だよ、みんな。おつ、そう、いや、私は本当に勇気を出さないと走れないです。走るのもともと好きじゃないので、だから長続きしないんだけど、でもなんか今日走ろっかなって思った日は走るようにしてたんだけど、ちょっとあいにくの雨でした。明日100%雨だよ、みんな気をつけて。今日メイクしてない、ノーメイク。え、そう、今日はもうなんか朝ね、なんかね、朝全然起きれなくて、もう起きてもう最低限度整えて出たので、今日はほんと日焼け止めしか塗ってないです。日焼け止め塗って、そう、なんなら大学も帽子かぶっていきました。でも大学ではさすがにこんなにポニーテールっていうかお団子して、帽子にすべて髪の毛を入れ込んで出てはないので、そう、ボーイッシュ。明日気温下がるの？気をつける、ありがとう。そう、気温もね、なんかちゃんと把握してないかも、私。なんか本能で生きてる、最近。今日暑そうとか、今日この前さ暑かったからとか、そういう感じで。久しぶりにランニングしたのって、違うの、ランニングする予定だったの、予定だったの。そう、残念ながら違う、無理だったの、そこまではいけなかった。え、帽子取ったらちょっと今やばいかもしれない。あ、そうか、今日こう、え、でもこの前黄砂やばく、21日が黄砂やばくなかった？傘は雨降るなって言われてる日は持ち歩いてる派。ね。そう、ランニングする予定だったけど、できなかったから、ふって配信 ふてにならぬ、ふてにじゃなくて配信してる。ダゼロさん、ダゼロ氏、タワーカムサムダ、ありがとうございます。ねえ、私も今日アイス食べたよ、モーの抹茶。あ、そういえば今日ね、大学終わってちょっとおでこが広くて恥ずかしい。でもここまで下げたら真っ暗だね、顔が。なんかね、今日劇場公演でとか事務所でいただいた手紙、ずっとね、なんかどんどん積み上げてってたから 手紙を、そう、読むボックスみたいな感じでどんどん積み上げてってたから、なんか若干読んだんですけど、まあ、全部ではなくて3分の1ぐらい読んだかな。そう、読んだんだけど、そうだからかな、走ろうと思ったの、頑張ろうと思って走ろうと思ったのに。そう、昨日もね、受け取りました、たくさんいただいたから幸せに読んでます。そうそうそう、手紙はよく読むよ。でも過去の手紙とか私全部実家に保存してるの。だから実家のベッドの下はほぼ手紙 実家の私の部屋のベッドの下はほぼ手紙なのね。そう、これ10年間、9年間の手紙が、そう、
ベッドの下に眠ってるんだけど、すごくない？なんかそう考えたら、なんかいろんなお菓子の箱を駆使して保存してる。 そう、大量やから、めっちゃ大量。そう、みんないろんな形でさ、すごい応援してくれてるから、本当に嬉しい。ありがとうございます。あとメール書く時間が迫ってるのでね、ちょっと読んだら。映画のキスシーンのこと？あれはね、そう、みんなあれだよね、すごい、あの記事すごいキスシーンについて書いてたんですけど、キスしてないです。 なんて言ったらいいの？そう、してなくて、だから本当にどういうことって思うじゃん、みんな。そう、ただ近くに来たから息止めてただけで、キスしてないので、みんな映画見てください、ぜひ。 そう、そう、あんなキスシーンって、あの記事すごい書いてんだけど けどしてないんです。 そう、実はそうなんだよね。だから見てほしい。 私なんかね、なんかね、いろいろちょっと映画でほんと確認してほしい。だから、そうなんで、あの記事出てから多分みんな、私もあの記事読んで、なんかしてないけど、ファンの方はこれでちょっと不安になっちゃうかなって思ったのね。 だから今日ショールームする予定じゃなかったんだけど、そう、まあ、せっかくショールームしたし、そう、誤解を解いときたいなと思って。そう、だから映画見てください。 映画だからみんな絶対これで映画見ないといけなくなったでしょ。 どういうことって思うじゃん。だから本当にね、思った方はぜひ見てほしいです。まあ、私がこんなこと言わなくても、みんなはきっと見てくれると思うんだけど、そう。 嘘。なるほどね。楽しみに。 楽しみに。そう、前売りが、そうだ、今日からそれこそ、今日は何だっけ、楽しみに、ぜひ。待って、あのね、なんだっけ、今日さ、確かさ、今日ね、あれどこだっけ、今日の18時にね、舞台「笑ってもいい家」の舞台の、すごい怖かった今。 今日舞台の「笑ってもいい家」の、そう、アフタートークとかそういうのが発表になったので。 発表になったので。 開けた。 ぜひぜひぜひ。そう、今日発表になってます、実は。カンフェティさんとか、チケットピアさんとか。はい、私は、七夕の日だ、7月7日にアフタートークあるので待ってます。
なんか席数が300ぐらいだっけ、劇場よりちょい大きいぐらいになるのかな。そう、私出てる方がね豪華だからね、ちょっとみんな みんな当たってほしい本当に。ね、男の子みたいってみんなに言われる。やっぱね、パパニアからね、私もともとが、ね、男の子もまあロミオやってたしね、ロミオやってたからさ、いやなんか別に私席の状況は分かんなくて、そう、まあみんなと会えることを楽しみにしてるって感じです。なんか思ったけど、過去にイケメン選抜やったじゃん、男装したかったよね。なんかアイドルのまま出たからさ、なんか男装しても面白かったのにね、カツラかぶってみんな、え楽しそう、いつかやりたいね、イケメン選抜で次はカツラかぶって楽しそうじゃない。ツイッター見て配信来ました、ありがとうございます。そうだ、七瀬もめっちゃかっこよかった。ビンゴで昔、見たことある、茂木さんとかさ、そのビンゴの企画でさ、なんかなんだっけ、その男装しててかっこいいってなってたよね。なんかあそこからじゃない、茂木さんがさ、なんかお姉さんじゃなくてそのイケメンみたいな見方をされだしたのも、茂木宮くんだっけ。いや私はフレディ・マーキュリーでしょ あれはネタ枠やん、イケメン枠ってよりもかは。エターナルボーイズからんの、フレディさんはさ、あれはネタ枠やからさ、だってすごか、胸毛すごかった。そう、岩かけるの舞台でさ、お父さん役だっけ、で娘がランちゃんだっけ。いや、あれほんと見に行きたかったの、あれほんと見に行きたかった。確かに私ネタ枠やられすぎかも、エイトの中でもやってる方じゃない、確かに。フレディ・マーキュリーに昔エレキテル連合さんもやりました、確かに。だからかな、なんかそのエレキテル連合の時、エレキテル連合さんをやった時の記憶があったからか、そのフレディ・マーキュリーやった時なんか嫌だったけど 嫌だったけど、その時本当に泣いたんだかね、エレキテル連合の時は。本当なんか私本当に佐藤七海ちゃんと一緒に泣いてたんだから、泣きながらメイクされてたんだから、懐かしい、なんか嫌だねみたいな、本当泣きながら言ってたんだから。でもそれでなんか乗り越えて、フレディの時はもう涙一つ出なかった、普通になんかもやられながら笑ってたもん、普通に。あの後でもちょっとだけだよ、もう本編ではメイクのまんまで、エンドロールだっけ、エンドロールとかで確かちゃんと元に戻った姿を、そう映してもらえたっていう、いやなんか強くなってる気がする。
いやでもお代理もすごいよね。お代理何やってるっけ？でもお代理はハート強いなっていつも見てて思うな。いやお代理は魅力的よね。お代理のなんだろう、お代理のね空気感大好き。やっぱ一緒に舞台やってた時からそうやっぱ思ってたけどね。うん、そう思うね。そう、お代理とりんちゃんのやつ大好き。てかお代理とりんちゃん大好き。え、お代理と TikTok 撮りたい。ね、お代理にしか出せないものがあるよね。そう、タウシュナ。一時期めっちゃ舞台でずっと一緒だったからさ、そのマジムリからネオンキッズ、そう一緒だったからさ、凛ちゃんとお代理と3人で、そう、そこの2回一緒だったから絆はあると思う。 絆がある方だと思う。え、みゆくんは初めてやな。あり。下尾だ。ね、ぬる様。なんか3人でいるとやっぱさ、そのタウシュナ、ぬるタウシュナ。そう、なんかやっぱそこら辺の舞台を思い出す。マジですごい思い出す。思い出してエモくなる勝手に。そう、生徒会と、そうみゆきとみじか、そうめっちゃ思い出す。なんかほんとネオンキッズの、そのゆうなとあやねちゃんと、だっけ、なんやろ、2回目の再演した時、そう代理とね見に行こうって言って見に行ったんだけど、めっちゃ良かった。で見ながら、なんか本当に見ながら、なんかお互いにまた舞台一緒にしたいねーって話して、めっちゃエモかった。ねえ、ね、そっか、ネオンキッズ大変やった。まあそのネオンキッズ結構ね、内容がハードやからさ。 やっぱ演じてる側もその時期はやっぱ大変だったかな、心身ともに。 大変だったから、だからそこを乗り越えた絆がある気がするな、ほんと。さっきも言ったけどね、そう、なんかその時期ちょうどね、その「元カレです」のこともあったし、そのネオンキッズの舞台もあったし、本当になんか別現場に行っても、なんか舞台の稽古以外でも本当に丸一日ずっと一緒みたいな感じだったの。本当にずっと行動が一緒で、その選抜のお仕事行っても一緒だし、そう AKB 案件でもずっと一緒だったしみたいな。そうでネオンキッズの稽古も一緒だったし、そうほんとずっと一緒だったから、そうほんと家族みたいな感じなのでね。だからあの2人がいるとめっちゃ安心する。 なんかすごいほんと安心するから、
そう、これからも仲良しでいたいな。ね、懐かしい話が。え、なんでこの話になったんだ。下尾だからか。からか。下尾だからか。え、そう、りんちゃん、え、りんちゃんのね、誕生日の手紙が本当に素敵だったの。なんか本当に素敵で、なんかりんちゃんってなった。りんちゃんってなんか手紙とか文章とかでなんかより本心を聞かせてくれる気がして、そう、今年の誕生日ね、そう、誕生日プレゼントと一緒にお手紙をくれたんだけど、なんかお手紙が本当に素敵で、そう、誕生日でも、りんちゃんね、下尾って、そう、りんちゃんも下尾くんじゃなくてみゆって呼んでくれんの。 びっくりだよね。あ、生誕のお手紙は、生誕祭の時のお手紙はランちゃんが書いてくれたんだけど、実はその、え、でも確か載せた気がする、誕生日プレゼントもらったって。そう、今年の普通にリアルの誕生、リアル誕生日、なんて言ったらいいの。 あ、ブラーンさん、タワーありがとうございます。そう、そうなの、生誕ではなく、まあ実際というか、まあ、リアルにもらった誕生日、そう、リアル誕生日 そう、の時に、そうそうそう、もらったんだけど、え、確かストーリーには載せた気がする。あれ、手紙、あ、メール、なんか何かしらには一応載せてるよ、確か。もらったって、もらったって言ったっけ。 そう、そうで、最近りんちゃんがみゆって呼んでくれるんだ、嬉しいね。でもすごいみゆって呼んでくれる。なんかランちゃんからもらったのがリアルじゃないみたいだけど、でもランちゃんからもらったのも、まあ本当に嬉しかった。そう、いや本当になんかランちゃんに出会えて本当に良かったなーって思ってる。昨日卒業公演だったからさ、ランちゃんの余韻がやばくて、なんか喪失感がすごくて、そう、なんか本当になんかね、なんかいい後輩に出会えたじゃないけど、本当になんかランちゃんに出会えてよかったなって思うし、なんか全然別の、私とは別の考えとか持ってる人だと思ってたけど、でも意外とその私が一方的に最初は好きになって、でいろいろなんか話したりとかする中で、やっぱり何かしら、類は友を呼ぶじゃないけど、何かしらやっぱ似てるところはあるんだなーって感じて、なんか嬉しくなったりとかね。いや本当に永遠の推しメンです、大好き、私ずっと応援してる、応援してるし、私そう、みんながランちゃんを可愛がる理由も本当にわかるから、だからなんかね、本当に可愛いと思いながら、昨日もで壁シャア外す時なんかね、あのみんなで見てたからね。 壁シャアとかってなんか普通あの卒業メンバーだけがもうパッと行って、なんか壁シャア外しましたっていう行事して帰ってくることとかも普通にあるんですけど、でも本当になんかランちゃんってみんなから愛されてるんだなーって改めて、うん、そう、みんなで見学しました、壁紙外し。 みんなで見て見守ってました。
さあ、あの後ろにカメラの後ろに本当になんか20人ぐらい、なんかランちゃんの、まあ、ご家族もいたし、ランちゃんのご家族と劇場のスタッフさんとなんかメンバーもみんないてみたいな。本当にさ、そう、愛嬌がすごいよね。本当に可愛いよね。なんかめっちゃ妹気質やなって思う。妹やなって思う。いやー、すんごくね。だから今後の、なんだ、ランちゃんがどんな感じで今後も活動していくのか楽しみだし、応援したいなーって思ってます。まあ、とりあえず一蘭を一緒に行きたいと思います。 そう、一蘭とりあえず行こうと思う。やっぱずっとね、スタイルキープすごい頑張ってたの。だからなんかずっとね、その食べ物とかもすごい気をつけてたし、そう、それをやっぱ知ってるからこそ、そう、一蘭とかね、やっぱ食べに行きたいなと思いますね。思うわ。あ、芸能活動やるかは、まあ、私はちゃんとは聞いてないんだけど、でもまあ応援しようって感じ。 応援したいなって感じ。ランちゃんとそのずっと一蘭行こうって話を本当に1年2年前、めっちゃ前からずっとしてて、そうだからさすがにね、もうそろそろ行きたいよねっていう。そう、やっぱランちゃんといえば一蘭みたいな感じ。同じ、やっぱ名前が入ってるからさ、そう、一蘭行こうみたいな。なんかそういう感じの話からここまで一覧行こうって話になってます。なんか一輪あのね、仕切り外せるっぽい。そう、ファンの人から教えてもらったんだけど、そう、仕切り外せるらしいから外して食べたいと思います。替え玉するかな。替え玉できるぐらいな感じなの。やばいやばいやばい、待って、とりあえずメール書くね。ちょっとね、そう、ランと一覧行く。いや、1年以上越しです。本当に、本当なんか明日行けるとか言うけど、そのやっぱお互いスケジュールとかもね、あるしね。でやっぱさ、劇場を大切にしてたから、なんか劇場公演ありますとか、なんかそういう感じで、なかなかね、やっぱお互いね。そう。今日何書こうかな。でも今日ね、今日ね、ちゃんと3食ね、自炊したの。すごくない？ そう、多分みんな普通にやってることなんだけど、私の中ではレアで、ちゃんと3食作ったっていう。もう昼はうどんだけどね、全然めんつゆを作るだけなんだけど、そう、まあそういうことして。朝は、あれ朝作ったっけ？ あれ確かに朝何食べたっけ？あ、朝はパンと、あと何、豆乳と、あとキレートレモンを混ぜたやつね。混ぜるとね、なんかヨーグルトみたいになるの。そう、それ作った。全然 自炊って感じだ。 なんかあれ言ってみたものの自炊って感じだった。あ、そう、 SNS でバズってたやつ。そう、やった。ヨーグルトみたいで美味しかった、すごい。でもね、すごいじゃん、その SNS でバズってからママもやってたのかな、わかんないんだけど、ママがずっと美味しいって言ってたので、でも私もいつかやろうかなって思ってたら、その SNS でバズってることを知って、で今回やってみた。パンはクリームパンです。そう、
から朝は結構甘めでした。甘々な感じの朝で。ママさんめっちゃ最先端。自炊かな、これは。セーフ？ギリセーフ、自炊としてセーフ？ギリセーフかな。で、お昼うどんでしょ？うどん作ったでしょ？で、夜はその担々スープ作りました。担々豆乳スープ、そう、作った。なんか前にこれ、それもママさんが作ってて美味しいなって思ってて、で今回豆乳があったので作ってみました、ね、まあ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 。写真撮ろうと思ったけどちょっと忘れちゃった。忘れた忘れた。ちょっとなんかお腹の減り具合が、作った時は結構もうスープ一杯で全然いけるお腹だったんだけど、ちょっと時間が経っちゃってさ、スープだけじゃなくてちょっと他にも食べたくなってきたので、おむすび食べようかな。ご飯ちょっと食べようかな。確かに。あ、シェイクうどん、わかる。私もめっちゃ食べてみたい。丸亀製麺のシェイクうどん。え、食べた人いる？この中で。え、波動の筋肉痛ないけど、昨日の野蛮な求愛の筋肉痛がすごかった。なんかもう足の後ろがすごかった。見てる？あ、丸亀？丸亀って言ってた。丸亀か。10時になっちゃうね。だよね。ちょっと いけると思う。ちょっと、はい、送ります。ちょっと今日2通しか送れなかった。オッケー、送った。そう、丸亀製麺。え、食べた人います？それで。丸亀製麺いる。いる。送りました、メール。つるとんたんは、いや、多分一回も食べたことない。一回だけ食べたことある。いや、食べたことない、確か。そう、丸亀製麺本当に大好きで、山口にね、やっとできた時に確かめっちゃ行ってたんだよ。そう、丸亀製麺が入りだした時って言ったらいいの？そう、山口できた時本当にすごい行ってました。家族みんな大好きで、空港にもあるから、なんか空き時間とかすごい行ってました。大好き。え、こんなこと話してたら鶴亀製麺食べたくなってきた。え、みんなちなみにどんどんって知ってる？どんどん。そう、どんどん知らない？みんな。花丸も好きだけど、でもなんか鶴亀製麺って確かに何が違うんだ？その場で作る、どこも一緒か、それは。うん。鶴亀製麺、あれ？つむ。
鶴亀、え、何？あれ、みんなが湧いてる。あ、丸亀製麺やられた。なんで鶴亀って思ったんだろう。鶴亀製麺って何？私もわかんない。丸亀だね。え、まず鶴亀製麺って何？どこにあんの？ どこにあるの、そんなの。丸亀ね。わかった。え、鶴亀って何？どこにあんの、本当に。え、作ったってこと？鶴トンタンと鶴亀が混ざったのかな。え、怖っ。怖っ。山口にあることにしよう。山口にある、どっかに。多分。え、で、どんどんっていうのが山口県にあるんですけど、そう、それがね、本当に食べたくなります。あ、カメに引っ張られたのか、そっちね。ね。いや、すごいフォローしてくれる。みんな大好き。優しい。そう、どんどん。どんどん大好き、私。うどんです。うどん屋さん。もう山口といえば多分、うどん屋さんはどんどんです。どんどん。めっちゃ多分、なんか花丸うどんに近いかも。なんかつる、もうダメだ、もうダメだ、丸亀製麺？丸亀製麺に、丸亀製麺とは違うのよ。多分、どちらかというと花丸うどん系なんだけど、そう、どんどんっていうのがあって、美味しい。ねえ、なってないのよ。もうなんか亀に引っ張られるんよ。鶴に引っ張られてるのか。いや、なんかもう引っ張られる。え、どんどんだよ、それは。だって、この前、県民ショーでもやってた。で、なんか、あ、どんどんって、そっか、まだ知られてないんだと思って、そんなに。いや、もう本当大好きです。本当大好き。え、どんどん東京にもあんの？あ、あるよ。あるよ、あるよ。どんどん。え、そうそう、これこれこれ。うどんのどんどん。調べたらあるよ。え、優しい。大阪に鶴亀うどんあるって。ありがとう。ありがとう。え、結構展開してますね。なんか山口で本当に大好きです。大好きです、どんどん。なんか美味しいんよ、すごい。やっぱどんどんって、そう、やっぱ山口といえばどんどんかなっていうぐらい好きですね。食べたくなってきちゃったじゃん。 今から担々豆乳スープとご飯食べようと思ってたのに。このね、かき揚げが美味しいんだよね。どんどん、どんどんあんって何？もうなんか名称がどんどんってしか把握してないから、多分どんどんあんは違うんじゃないかな。わかんないけど。うどんのどんどんです。あ、どんどん公式オンラインショップある。え、すごい。え、すごい。注文できるじゃん。面白ー。あったかい派、うどんは。みんなめっちゃググってくれてる。そうだね。どんどん亭は多分違うと思う。どんどんだと思う。そう、確かにユーリーさんとツルトンタン行きたいなとは思ってる。思ってる。そう、ツルトンタン行きましょうって言いたいと思います。そう、
プライベートはね、なかなかね、スケジュール合わないとね、お忙しいのですごく。いや、本当に美味しそうなんよ。確かに、どんどんの CM できたら本望かも。どんどん CM 見たことない気がする。え、見たことあったかな？イメージない。なんか、どんどんの CM。流れてたっけ？どん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 うどん。ツルトンタンツルトントンになってた。あ、今日ミユから何しよっかな。ドンキー。でもドンキの歌ちゃんと歌えるようになったの、東京に来てから。なんか山口にいる時さ、そんなドンキ行かないからさ、なんかそんな分かんなかった。ドン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 キン。いや、でも友達にドンキの歌フルで歌える人がいて、すごいよね。ちゃんとフルバージョンあったよ。なんかサビ AB メロみたいな。びっくりした。どうしよっかな。何歌おうかな。なんか雨の歌ないかな。雨の歌知りませんか、皆さん。雨、あ、確かに雨ピがあった。アメピ、アメメ、メの、何の、ピ、あ、ある劇場曲だよね。ピないです。長田です。雨の動物園。あ、二人、あ、スコールあるかな。スコールありそう。スコールスカパココ、スコールの、ないよ。ああ、多分ないよ。スコールの間にない。雨の動物園。まあまあまあ、めめめめの、ないんだけど、どうしよっかな。ね、意外とない雨系の歌。アフターレインあるね、確か。アフターレインやな。レイニープルー。とりあえず、何？あ、二人。アフターレインないんかな、 AKB。 嘘だ。い、じゃあそれではアフターレインです。聞いてください、アフターレイン。
ありがとうございました。じゃあ体験合併いきます。13位からいきます。ボビーさん、13位おめでとうございます。そして12位がちゃんまるさん、14位だった、12位がホアンさん、12位おめでとうございます。そして11位がフィンド 4B さん、11位おめでとうございます。そして10位がタッキー、10位おめでとうございます。そして9位が笑顔になるなるヤマピョン、9位おめでとうございます。そして8位がテオネオさん、8位おめでとうございます。コップンカー。そして7位がウィンザー、7位おめでとうございます。そして6位がゆうゆうさん、6位おめでとうございます。おめでとう。そして5位がジアリングさん、あ、私の誕生日、ハッパーステイトゥーユー、ハッパーステイトゥーユー、ハッパーステイディアジアリングさん、ハッパーステイトゥーユー、おめでとう。ジアリングおめでとう。はい、5位おめでとうございます。そして4位がリムさん、サビチュカエヨー、カムサムダー。そして3位がミチオ、サイおめでとうございます。はい、そして2位がブラウンシー、イビチュカエヨー、カムサムダー。そして1位がザゼロさん、イルイチュカエヨー、カムサムダー。はい、じゃあ14位から読んでいきます。ちゃんまる、上を向いてふくまろさん、和田さん、ピーシアさん、ゆったん、ひろさん、ナンナー48さん、ウィンパディさん、ひでじろさん、グリフォンさん、ひよぱんさん、スラヒデちゃん、ぬっこっぱ、いつもし、君のほたるさん、プレシ42、ポンクポングさん、パランクスさん、ハスキーさん、ムーンストーンさん、イーグルイーグルさん、イケメン、シリちゃん、エサシーさん、サイドさん、星侍さん、ケンシンさん、ピーヌシーさん、ローソンチさん、カラヌピースさん、山口のゆいはんさん、トシージャケンさん、ゴールドハチハチハチさん、もしも鳥だったらさん、青くん、KYS さん、なっちゃん、J 田中さん、ミキトさん、ホイホイさん、クラッシングさん、梅田、XD さん、PTY さん、ゆうとしさん、のりたまさん、みずきさん、ファイトさん、しほこちゃん、あきちゃんまん、あやかん、にえし、ぐんちゃん、さのし、たっくん、ユダ、アデノシンさん、ちひろさん、ノブさん、サトリー、カーヒロさん、ひよこさん、ゆうたろう、しまやんさん、ウッキービカリさん、ねちゃんたいさん、チェンジ DC、ヘギョンニ、加藤 BB さん、鉄道好きコナンさん、ふっちゃん、ぽくれんぱさらんさん、なべちゃん、みゆのくまちゃん、柳さん、かっくん、しんどう、AK さん、UCSP777 さん、ドクタケさん、マコピー、ミチェルさん、ピーちゃん、ひてなまさん、かねっちさん、メタルピーチさん、ボード BOID さん、はい、皆さんありがとうございました。じゃあスクショタイムしますね。まず私から、なんかアラジンすごい、いきます。はい、チーズ、うん、ありがとうございました。皆さんの方で、うん、はい、OK、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。みんなゲリラ配信だったのに来てくれてありがとうございました。じゃあまたします。おやすみなさい。だね、チャイジャイオルタリサードカワンガン、おやすみなさい。だね、だね。